皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。前回ですね、ボロボロにされまして、で今現在ですね、ちょっといろいろと考えてることがありますと。実はですね、まあここら辺塞いだ時そうだったんですけれども、まあ、こういったとこですね、こういったところからまあクロスボウを打ったりとかは可能なんですよね。ここもただですね、ここだと、まあ、本当にクロスボウしか打てなくて、これが置けないんですよ。これこういうのが置けないんですよ。こっちは置けるんですけどね。でやっぱりもう真正面から戦っても勝てないなというのは感じましたので、ちょっとね、一旦いろいろと変えたいなというところで、まあちょっとね、ここら辺も囲ってたんですけど、もうこんなとこの囲みはいらねえと。で、あとご紹介したいのが、まあこのタコさんですね。この方は、漂流者としてですね、訪れてくれました。のんびりした土地で過ごしたいなみたいな感じで、来ていただきましたというところで、能力値何が強い？適性なんもないのか。近く器用さ、打たれ強さが、近く器用さ、あと隠密ピッキング系が強いのか。医療適性もありますね。科学適性も運動能力も、ここら辺の適性がないんですね。まあまあこの方々には中に戻ってもらいつつ、であれですよ、あと他にもご紹介したいのが、アドベンチャーギルドに頼んでいたシェクなんですけれども、来まして、であれどういうシステムかっていうと、まあ来たんですよ、ここにアドベンチャーギルドが、ヘイとか言いながら、でそのキャラクターに話しかけると、まあその自分が頼んだ人キャラが来るのかなと思ってたんですけど、どうやらまとめてシェクをある程度の人数こう持ってくるんですよ。持ってきて、あとは個別に話しかけると、まあ、シェクの場合は半分の金額、2500キャットで一人一人雇えたんで、まあ、雇える限りね、リクルートさせていただいたんですけども、だからスケルトンの場合はおそらく1万で依頼をして、あと一人一人は5000キャットで仲間に入れるみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思っております。なのでね、お金は必要。これで人確保していった方がいい。まあ、奴隷解放も当然やっていきますけど、これが確実ですね。で、今回やろうとしてたのが、ちょっと考えたんですよ、もう。まあ、バグマスター討伐の時にね、スキンスパイダーを倒したじゃないですか。あれですよ。中に入られなければ撃ち放題なんですよ。で、しかも壊されない。こういう壁壊されちゃうんでね。入り口塞ぐと壁ぶっ壊してくるんで、それができないというのであれば、もうね、本来は安土の建物だけで行きたかったんですけれども、もうそうは言ってらんねえと。まあ建てる時が来てしまったといったところですかね。どれかな、ワイカタウスじゃない、これですね、防衛拠点の、ノーマルハウスでいいです。ノーマルハウスで入り口どうしよっかな。こっち横付けしちゃおうか。横付けも何もないのか、これ。まあまあまあ、ちょっとね、こんな感じで横付けをしつつ、もうガチンコの防衛網を作っていくしかないんですよ、我々は。カバーし合えるようにね、置いて、あともう一個どこ置こうかな。3箇所ぐらいに置きたいかな。こっち側にも置いとくか、届くように。まあこんな感じで置きながら、トライアングルゾーンですよ。もうガチンコでこれはね、もうやっていくしかない。あともうここの入り口さえ埋めちゃえば、
どうにかなるんで、その上にもうクロスボウ砲台立てまくって、もう立てこもるというね形で、なおかつスケルトンがいることによって敵はなんかほらスケルトンが邪悪な感じでこう来るじゃないですか。それを利用して奴らを全滅させるということで、まあ、まずはこのシェクリクルートの人たちも強くなってもらわないと困るんだけど、どうしといて、ここ作ってる暇ないね。お金を貯めたい。シェクリクリクルートもねちょっと訓練してるんですよ。14ぐらいになってるね。これは14のこっち16、うちは18の57、あ、器用さが14ですね。15の14、2箇所ですね。およそ17、あれ17だけ16というような感じで、まあまだまだねちょっと装備が整ってないんでね、装備を上げたいとこですよね。このざまなんでね、まあこういうのはしっかりありますんでね、装備させてもらいますよと。シャツがないか。シャツ持ってんじゃない？持ってない。武器がないですね。武器この武器じゃない方がいいんだよな。重いでしょ。誰か持ってなかったっけ。あー、一人これ持たす？攻撃ボーナスつくけど。これ持たすか。いろんな種類持たすか。で、あと、あ、持ってないか。まあ、売り物の部隊はちょっとね、今後ちょっと考えましょうか。この売り物ね、お金が欲しい、とりあえず。プラス、まだ装備着てない子いるでしょ？ジャケットとズボン。靴。頭。シャツがないですね。あと武器か。武器誰も持ってないっけ。っていうかここにしまっとくか。はい、しまっておきましょう。あれマジで誰も持ってないね。これよし、これ置いて、あ、いる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 、あった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 。刀の立ち、デザートサーベルはちょっと品質が低いな。野立ちもちょっと品質が低いんだよね。これでいくか。これは正直重たい。よし、装備を整えていくぞ。皆の者、行くぞ。シャツか。シャツ装備させて。忍者刀だとちょっと弱いな。これにしよう。よくないね。それはちょっとよくないですね。あ、こっちにしようか。頭これにして、あ、ミスった。余計なもん捨てたな。で、これと交換して、この棒いらないでしょ。これかぶっきとこうか。靴ももっといいのがあるでしょう。でももうこっちの方がいいね。ヘルメット、よし、来たね。一通りこれで、一通りじゃねえな。忍び装束、パンツがちょっとないですね。
靴コビにするでしょ。兜とシャツか、ちょっとないね。まあ兜とズボンとかはそのうちゲットすればいいんじゃないかな。とりあえずね。であとちょっと火器薬持っといて、そんなもんかい。で回復してる？とりあえずは回復してそうですね。じゃあこれらのメンツはもう早速外行こうか。さあ大移動ですよ。物も売りに行きたいけどね。みんな処分して。はい、走ってもらっていいかな。どうかね、パラディンの子いるかね。いないか。金目のものは持ってそうですね。ちょっとこれ金目のものはちょっと集めたいですね、せっかくなんで。一旦こっちにみんな移動してもらいつつ、お金を集めるためのでっかいカバンが欲しいですね。あれ？このバッグさ、修正されたよね。だいぶちっちゃくなっちゃったね。すげえでかかったのに。いつの間に。で、とりあえず、でかいサイズのカバン持ってる人いる？フリック君か、生きてますよ。フリック君。あ、タコさん、訓練させておこうか。タコさんはそうね。近く。まずこれから、フレンドリーファイアだからやっといてもらおうか。でっかいカバン持ってる人に、ジャケットあんじゃん。もったいねえな、これ。ジャケットを入れといて。回帰薬そんな持ってないよね。あ、持ってるか。ガルが大量に持ってるわ。ちょっとガルにこれ預けて。ちょっと現地での活動費にしてもらおう。砲台警備の人が地味に持ってるから。大持ってんじゃない。嘘やん。スカウトどこにいんの？ここは？入んない。スカウトどこにいんのよ。いないね。てっきりこっちの方に。いますね。フリックに渡せっかな？うん、リトルさんが大量に持ってますね。これは本来はね、重鎧がいいんだろうね。ハープーン、当たると痛いんですよね。で、肝心の荷物をまず入れたいから、バックピストたち一旦前に来てもらうでしょ。で、先ほどのフリック君が大きめのカバンを持ってましたので、おいでよと。さあ、ここが完成してからですよ。電力もその分たっぷりありますからね。よし、とりあえず根こそぎ売り物を売り物いただきましょう。この2体だな。まずちょっとこの2体来てもらおうか。本格的にお金集めないとまずいですね。そんなノーダッチ作ってるよりさ、あのサーベル作りまくってたからよかったよね。ランク落とすか、これ解体しかできない。レベルの低い火事場台欲しいね。ちょっと思いのほか稼げないっす。時間がかかって、それから作るもんが悪い。全部20、6時間で500でしょ。
20時間で1900でしょ？ 10 時間で970、2000ぐらいなんだよね、やっぱね。レベル1を作るべきだったな。レベル1の鍛冶屋が欲しい。レベル1だな。レベル1、ちょっとこっちで仮に立ててみる。これなんかさ、意味ないかな。嫌な予感するね。品質が悪くなるかもしんない。建材が全然足りてないね。あ、フィッシュさん、その仕事やってたエンジニアだけでいいや。よし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 。はい、フリックン来た。稼ぐぞ。497か、大してだな。いや、もう売れるもん全部根こそぎ持っていくか。ご飯もそんなこと言ってらんないからね。飯しまうとこがない。よし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 。根こそぎも。あれ？これどうしたの？テックハンターか、これ。これテックハンターか？誰だ、キャットって。あんま面白くないかもな。あ、ヘルメットもらっとこうかな。飯ちょっともらって。ちょっと飯持つとダメかもしんない。もう一個何でも預けられる。何でもガールさんに来てもらおう。よし。何でもガールさんに一旦ご飯器預けよう。あと防具ね。それ以外の売り物はこっちよ。これも一旦入れちゃうか。根こそぎいただきましょう。正直ご飯は今の段階ではそうでもないかな。だんだんめんどくさくなってくると、武器だけもらってきますからね。よし。もう一個ぐらいね。よし。満パ。これでこの子は満パになったから、ついでにどっか売りに行くか。売りに行くとしたら、アーマーキングのところかな。近くだとアーマーキングだよな。時間かかるけどね。アーマーキングのところに行きますか、一旦。それ以外、とりあえず防具買えるんならね、買っちゃった方がいいような気がするし。今後リクルートまたどんどん増えると思うんだよね。ご飯もあんじゃない。よし、何でも屋にこれ預けるよ。ご飯めちゃめちゃ大事ですからね。皮取りあえず預けといて。よし、1個ぐらい乗せとく。安い。さすがに安すぎるぜ、そりゃ。ほらいいわ。あ、いいね。
持ってんじゃないのよ。まだまだ俺に持ってんのいない。これ誰だ。ああ、この方はしょうがないね。ちょっとね、やめておきましょう。よし、はい、よこしてね。根こそぎいただきますよ。うん、頭とか、防具はちょこちょこ買い揃えていきたいね。無事に通れればですけどね。まだここら辺にの取れるね。で、その頃無種族たちはこっち移動しておいで。よし、金目のものは。で、ここら辺のガルはダメージ結構食らってんね。あ、ここにいるか。この子ね、2番目の子にこれ渡してっちゃうか。要はこの子は持てる量は多いんですけど、走っていくってなるとね、ちょっときついんだよね。まあブルのパックパックは大した値段にならないですけども、消化の意味も込めて持っていきましょう。よしよしよし、3部隊ぐらいで物売りに行きたいね。でついでにリクルートもどっかでやっていきたいんだよな。今度はね、ちょっとねスケルトン入れたい。その例の包囲網をね完成させるにはね、食事のいらないスケルトン部隊が必要なんですよ。この子も大体ね、とりあえず。で、もう一キャラ誰だっけ？し、この子だね。ちょっともうちょっと前に来てもらって。前、かさらっていくよ。135か。ちょっと外れだな。ちょっと食料だけ持っていくか。よし。はい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 。はい、いただいていくよ。はいはいはい。フリック君だと運動能力どうかね。いけるかな。ちょっと心配だよね。お、高いの持ってんじゃない。いいですね。その調子で持っててくれるとありがたいかな。とりあえずこんなもんか。やはりフリック君で行かせるとあれだな。地味にホースさん優秀じゃない？いや、フリック君で行くか。大丈夫かな。まあ軽量だけど大丈夫か。行くか。3人連れて行くぞ。こういう感じで分かれていこう。あ、しまった。この裏に寝袋、裏にある寝袋忘れたな。裏にある寝袋忘れた。ちょっとエンジニアも切っといてたね、一旦。よしよしよし。ここのメンツは、走ってこっちまで。フリック君が追いつかれそうだよな。よいしょ、いでいでいで。大丈夫かな？めっちゃ戻るの早いじゃない。
旦この裏まで来てもらう？おいで。あ、しまった、フリック君だけ違う。よし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 、なんか言ってるよ、なんか言ってるけど、スルーしといて。寝袋必要だからね。適当に置いとけば拾ってくれるでしょう。よしよしよし、絶対に復讐してやるからな。よし、大丈夫ね。本当に大丈夫ね。石炭用のグルがいるから大丈夫か。グルが追われてんじゃないですか。どうにかなるかい。それやだな、そこに石材をブルインの。フリック君追いつかれんじゃないこれ。普通に追いつかれてない。どうしたもんか。傭兵いるじゃん、傭兵雇えない。傭兵雇えないね。振りかぶられると困っちゃうんだけど、大丈夫かなこれ。あだよね、振りかぶっているよね。痛い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 。水の中入れ。うわ湧いた。水の中入ればこっちの、泳げればこっちのもよ。敵の方が早すぎるな。運動能力はこれで落ちてんのか。落ちないようにちょっとしたいですね。習慣なしになった。これでどう、多少変わる。よし、ガル入ったね。水の中入っちまえばこっちのもんよ。イエス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 。大丈夫そうかな。大丈夫そうかな。痛い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 。はい、よし、ついてこいよ。アーマーキングの元までお連れだ。お客様入ります。水の上じゃ攻撃できないんだよ。よし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 、こっちは大丈夫そうだ。こっちは特にもう閉じちゃっていかない、一旦ね。で、ここまでのを無駄にしたくないんで、セーブしておきます。さて、こっちの舞台だよ。たどり着いた。明らかに足りてない？遅いね。足が遅いですね、みんな。全然ね、大丈夫か？うん、あとは水没したとこまでこっちは行ってもらえばいいから、多分大丈夫だと思いたい。ええ。あと問題は筋力のない方ですね。筋力鍛えてた子は良かったんだけど、筋力鍛えてない子がこういう感じに。なっちゃってるんですね。で、ちょうどいいのがいるじゃないですかというところで、もう犯罪者なんだしね、この3人は。もう犯罪者だったら何でもやっちゃいますよと。よこしなと。いけ、武器をよこせ。
しゃうしゃふいふい、あれ来た、うらうい、サグッと、よし、オッケー、素晴らしいな。てか重いぞこれ、結構売れるもん持ってるな。どうやって運ぶか、いやどうやって運ぶかってこうなっちゃうんだけどね。ご飯と俺も確保して、うん、いいですね。ちょっとどうにかしたいとこだな。特にこれ、これが邪魔なんだよな。ここら辺で受け渡しできないかね。次の売り物候補ですね。よしよしよし、さあみんなこっち来て。あ、エンジニアしなくていいよ、滑走路もいいよ。重い、ちょっと待って、なんか担いでる、どうりで足が遅いわけだ。これは多分筋力鍛えてたシェックかな。あと装備的にあれかで、いたね。どのガルだこれ。このガルは左から5、右から3番目のガルですね。右から3番目のガルに、これらを渡しておきたい。治療キットはちょっともらっとこうかな。カバン自身も預けちゃいたい。よし。普通にあの材料の商人とか来てほしいんだけどね、一向に来ないんですよね。でこの子だね、めっちゃ重いでしょ、重いんだよ持ってるもんが。この子とっとと筋力つけた方がいいから、うってつけの、うってつけのがいるんで、これを担いでいきましょう。他筋力に不安のある子いる？この二人だな、担ぐか。これに担ぐか。よし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 。この侍とは別に戦う必要がないから、こんなもんでとりあえず急いでいくか。さてまず目指すはこっちか。ああまたなんかやってんね。違うんだ、こっちの奥か。こっちか、こっちだ。なんかすげえ戦闘起こってっけど、こっちはこっちで進んでるね。オッケー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 。アドベンチャーあげるとどうしようかな。フリック君に上行ってもらうしかないよな。何戦ってるこれ。ホーリーネーションと野党か。相変わらずやられてますね。向こうの方に置いてた寝袋置きっぱなしだから多分なくなってないと思うんだけど、ちょっと怖いね。さあめっちゃノロノロしたスピードですけども、ああ行ってんね。水没したとこまで行ってもらって、せっかくだしちょっと武器が弱っちいこう。いますね。まずこれを一旦ガルにしまっとこうか。ここら辺のガルにしまってない。レッドシャンカー持ってんの、あ違った、この子、あ違った、あれこの子か、あ違う、
これか？あ、違う。これか？こんなもんに頼んなくて、このシャツか。ズボン履いてんね。それなりに装備してますね。この子かな、一番は。これちょっといらないね。ズボン渡そうか。武器がちょっとないですかね。で、食料とりあえずあるでしょ。食料結構減ったな、14。マジこれ25ぐらい入れてたはずなんだけど。これ食料危機に陥るかもしれない。シェクね、お腹空きやすいんですよね。飢餓速度が 1.25 倍なんですよ。ただその分ね、やっぱね、戦闘民族ですから、まあしょうがないですよね。食べなきゃ、カロリー取んなきゃね。ちょっとどっかで旅客したいとこですね。大丈夫か？行け。行け。痛い。ちょっと担いだまま不利なんだけどね。担いだままよろしくないね。下ろすか。主力も下ろさないとダメだな。この子だけはちょっと担がしとくか。あ、全部下ろしちゃった。あー来てる。やばい。あんまし無理しないでね。下手に大人数行くとね、こっちが制御できないですから。いいよ、ちょっとずつ。いいよいいよ、積んでいこう。経験積んでいこう。みんな一斉に攻撃して。あ、いいよいいよいいよ、いいよ、オッケー。解約もらって、靴不満持ってる人いないですか？まあ比較的ね、高いもん装備してるはずですからね。まあまあこんなもんですよね。あ、半ズボンの今日誰？半ズボンの今日もっといいのあるよ。あれ、この子？よし。よし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 。一旦移動しちゃおう。ここら辺に俺が置いてたはず。あれ？ここだ。応急キットがないだと？任せな。で、問題はこっからよ。こっからはね、マジで慎重にやっていかないと大変なことになります。キャンプベッド5個ね。よし、何回復してもすぐ戻ればいいから。まず応急キットがないっていうのはマジでやばいからね。それだけは徹底させよう。ご飯も2つぐらい持ってね。よし、よし、オッケー。結構ダメージもらってんね。さて問題はこっからどうしていくかなんですよね。向こうはなんかついたね、誰か。誰でしょうね、ついたの。ウリック君はついてない。いや、ついてんね。早いですね。ここが新しきアーマーキングが
いらっしゃるところですね。まあ、バゲモンゾルですけどね。こちらがアーマーキングのお店になってますんでね。他のガルは来てるかい？一応ちゃんと来てますね、移動命令で。はいはい。まあこの辺りまで来といてもらって、ちょっとこっちの買い物だけ先に終わらしちゃおうか。売り買いだけね。その間寝てんのが回復してるでしょう。よし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 、セーブ。よし、治療して。はい、アーマーキングどこにいる？あれ？あ、いた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 。あら、アーマーキングです。取引しよう。25,000。すでに売ったばっか。明け作東京の侍がある。明け作東京ある。あるじゃないですか。これまた、仕入れていかないとね。仕入れていきたいとこだけど。まあまあ、まずは見てくださいよと。え、これアーマーキングから盗んだものか。だ、危ないね。ちょっと気をつけないといけないね。あ、これもアーマーキングから盗んだもんだ。あ、これもアーマーキングから再度ちょっと無限ループやろうと思ったんですけどね、無限ループできなかったんでね。あ、これもアーマーキングとか盗んだもんだ。なんだよ、全然売れないじゃない。さあどれかを。2万か、きついこと言ってくれるね。シャツ、黒シャツ、鎖片びらあったらえぐいよね。なんかすごい頭あるけど。あー、6,000円。ちょっと他のガルたちもうちょっと来てもらっていいかな。いや、物を売るだけで終わっかもな。来てる。ちょっと時間かかってますね。アシュランドから取り戻したよって。びっくりした。砲台か。よし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 、来てる、来てますね。大丈夫かな。このぐらいの距離からどう。ダメか。どっからならいけるの。よし、売れるようになった。とりあえずまだ売れるもんはあるけど、何持って帰るかだな。いや、これは持って帰れてくる。3万届かないんだよね、そもそもが。元の金がないからさ。ここら辺買い漁っていく。これの細かいの売らせてもらってね。靴ね。斬撃耐性、効率もあるからな。これ悪くないんじゃないか。靴、プレート13,000、7,000。ちょっとお手頃な価格で買えるもん、ちょっとそれと数揃えようか。まだか。よし、売れるようになった。ある程度プラスには持ってきたいからね。これの4,000とかで買える熟練投球の靴とか買っちゃっていいかな。買っちゃおう。
4000ぐらいなら買っちゃおう。よし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 、とりあえずこんなもんでいいんじゃない。2万6000か、まだ全然だね、お金が。でこれでガールたちには戻ってもらいたい。ガールたちは一旦戻ってもらいたくて、フリック君はこのまままっすぐ進んで、要はリクルートモッドしてきてほしいんですよ。こういう感じに分かれるよね。でその間に一箇所どうやら終わったみたいですね。ストーマーズが反省したと。で正直もうあとこっちの方そんなに砲台警備必要かと言われるともったいねえな。これ鋼鉄地銀さえあれば作れちゃうのか。もったいねえけどこれ以上はいらない。もうここで防衛をするという考えを捨てる。その分の資源で、ダウングレードじゃないんだけど解体ができないのか。解体してここにですね取り付けます。ダブルバレルハープーンが80、オートタレット、これどっちがいいんだろうね。電子部品が消費電力が4上がってんだよね。これがどれだけいいもんなのか分かんないですけども、ちょっとこんな感じでね、立てすぎか。まあ立てすぎと言われるかもしれませんが、まあこういうことよね。今の時点でもこれ設計できちゃうの。こんなオートタレットとかいける、これ。とことんやってやりますからね。一人こんなもんかな。ひたすら鋼鉄地銀と電子部品と合板が必要になるんで、まあどっかでね仕入れてもう来たいですけどね。でそれとは別に、まあ結局のところこれがないといけないわけですよ、我々のところにね。こういう感じで3つぐらい置いとくか、交代で寝るような感じでね。まあこんなもんですよね、やるとすれば。でこっちの部隊は寝終わったでしょ、全員よしつけよう。まず先行はね、先行はこの3人で行かないとね。まあまあちょっと待っててくださいよと言ったとこですよ。いや先行レッドシャンクでいっか。寝てないとまずい人いる？みんな回復はしたね。戦闘はいつでも準備 OK ですと。あとはレッドシャンクがちょっくら。襲いかかるだけですね。農民たち、労働者ども、ちょっくら。叩くしかないですね。なかなかに農民はあれですね。労働者の奴隷がいるけど、引き連れてくか。
ブルがいいね。どういった？いて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 。そこか。いた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 、危ねえ。撃たれとる撃たれとる。まあ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 、ちょっとまだね、大規模戦闘をやらすにはきついんでね。ちょっとこの3人である程度ちょっと削らせてもらいますよ。うい、痛いね痛いね、だいぶきたな。足結構やられたな。まずい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 、砲台厄介だなこれ。どうしたもんかね。ここをまずどうにかして抑えたいな。どうやろうか。よし、とりあえずこのさらってきたやつらは一旦ここに置いといて、起き出したら攻撃させよう。よし、戦闘訓練の相手だ。ちょっとね、すぐにはね戦わすことができないよ。あそこはねちょっと規模がでかすぎんね。どうしたっかね。ガル近づけて、よし、で売り物だけ奪って、で放り込んでおこう。よし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 、で一旦ここら辺預けるでしょ。荷物持ちすぎだけど大丈夫か。フリックも結構もらった。足やられただけか。防具自体は、あ、一応硬いの持ってんね。この2人行ってくるか。レイ君はね、薄着だから危ねえんだよね。よし、そいつが起きたら頼むよ。こいつらが起きたらちょっと2人であそこだけ行くか。起き上がったか。起き上がっ、ん、汚くねそれ。湧いただろ完全に。うーわ最悪、目の前で湧き上がった。いや無理だろこれ。いやこれ無理だと思うぜ。完全に湧いたな目の前で。今逃げ切れっかこれ。危な。完全に目の前で湧いてきたわ今。ここはハープーンいないね。ここだな。ちょっとここ急ぎ行くか。ちょっとセーブだけさせてもらって、いけるか。正直ちょっときつい気がするんだよな。よし、いけ、
来たな。普通に来たな。砲台警備で来たか。さすがにきつそう。さすがにきついね。お、結構来たか。ガル以外行くか。よしよしよし。シェク4人で1人ぐらいの。感じで行こうか。レイ君、不自由な腕かよ、もう腕持ってかれちゃってんじゃん。ですよね、不自由な腕じゃそうですよね。だと思った。ちょっと人数的にきついかな。ちょっと人数的にきついかな。まあ、頑張ってもらうしかないね。よしよしよし。よしよしよし、オッケーオッケー。ふいふい。削るから。ほら。やばい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 。どうしたのみんな。みんな全然じゃん。なんでこんな敵集まってんの。倒して。そのワンコロ危ないかもしれない。あのワンコロは味方か敵か。よし、いけいけ。危ない。いけいけ。このワンコロどっちだ。仲間守る。うーわ、敵対した。どっちの敵だこれ。今のところ他者攻撃で何もなってないけどね。よし。ちょっとでも頑張るぞ。厄介、あの犬どもが厄介。これがどっちに牙を向くか。今んとこ、やべえな。やべえぞこれ。52はやばい。うわ、攻撃されてる。これまずいね。いや、犬はまずいって。想定してたのと。やばい。死人が出る。死人が出る。いや、これは無理だ。撤退したい。一旦逃げるならこっち。やばいわ。むしろあの犬ども釣りたいね。うーわ、ノックアウト。これは無理だ。いや、本来はあの犬どもをうまく利用してどうにかできればなといったとこだったんですけども、ダメでしたね。こっち着いたか。アドベンチャーギルド行くよりも、一旦、これ舞台地のリセットで戻った方がいいような気がすんな。マジか。作戦失敗じゃん。ここがきついな、思いのほか。攻める場所間違ったか。いや、ところどころにハープン砲弾あるのやべえな。ちょっとここ攻め落とすの無理かもしれないですね。敵の数が多すぎるな。採掘場から行くべきか？どっから戦っていくかな。ちょっとね、思いのほか今の人数、まあ結構いたつもりだったんですけど、こいつらよ。これのせいでね、無理だわ。がっつり行かれた。
ボロボロでしょう。本来はこの犬たちを引き連れてこっちへモンスターパレードすることができればワンチャンっていうこともありえんだけど、いいの持ってんのいるしね、ここにね。どっから攻めんのがベストかだよね。この登ってくる位置が、ここ登れないんでしょ？ここも多分登れないんじゃないかな。そう、多分入り口にね、これがあるわけですよ。ちょうどこう入るルート。で、ここら辺柵されてるでしょ？ちょっとここ落とすの無理だな。傭兵いっぱい雇ってればまだ。あと、飢えた野党とかを引き連れていけば、混戦状態にしてなんとかなるかもしれないですけど、ちょっと厳しいですね、ここ。それだったら採掘場を狙った方がいいかなというような感じではありますので、ちょっと次回までにどうしようかな。当然、ナルコの誘惑も厳しいと思うんだよね。ちょっと周りを見ながら、いい場所をちょっとね、探しておきたいなと思います。やっぱ採掘場がベストかな。ミリタリーベースとかでもいっそのことって思っちゃうけどね。位置的に行くと、ダスト、これなんだろうね。ちょっと左側の方、こっちのミリタリーベース方面ちょっと見てみましょうかね。ここにもマインあるしね。ちょっとここら辺付近で、ちょっと戦闘訓練うまくできないかなというところで、ちょっと見に行ってみようかな。見に行ったらね、ここら辺から始めたりしますんでね。で、ここにある、まあ当然のことながら、ベッドもね、ちゃんとね、回収してから行きたいなと思います。マジでね、目の前からね、ポンってスポーンするのがね、きついんですよね。で、なぜか引き寄せられた動物たちね、血の匂いに寄ってきちゃったかな、これね。まあ、まだまだね、真正面から戦えませんので、まあ、これから徐々に徐々にね、まあ、せっかくなんで買ってきた装備、この買ってきた装備も改めて装備をしてですね、やっていけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。